吉谷さん、詐欺メールですか。確かにね、100万円当たりましたとかね、100万円を受け取る権利が当たりましたとかね、それから海外の宝くじがあなたに当たりました、ひいてはこちらの方に連絡してくださいとかあるわけですよね。で、私の、よくお話に出る、山口会長ですけども、M 資金詐欺にむちゃ引っかかってたんですよ。で、しかも、ちゃんとしたある政治家さんの秘書のっていう肩書きでいろんな情報を発信されてたんですよね。もうこれ名前言っちゃうと、その田中角栄さんの筆頭秘書の木村先生ってのがいるんですよね。その木村先生からの話で、あっちでもないこっちでもないって感じで、いろいろとね話を広げて、まあちょっと具体的には言いませんけども、で結局いろんな経費を使って、お金を使ってなかなかお金が入んないと。でも木村先生にいろいろ頼って、木村先生の、ね、実家まで行ったらしいんですよ。家まで行くと、ものすごいね、骨董品がいっぱい並んでて、うわ、どんな金持ちやと思ったらしいですね。で、一つの置物が何百万とか、一つの絵画が何千万みたいな感じで、で、なんか、私の記憶違いかもしれませんけども、木村先生にね、なんか、お金貸したらしいんですよ、なぜか。ね、400万か1000万か知らないですけど、貸したらしいんですよ。で、なかなか返してくれないからっていうんで、その借金の方に、木村先生、もう、わし、金がいるんで、この絵をもらっていくよって感じで、でっかいね絵をもらったらしいんですよ。しかも結構著名な人の絵だったらしいです。で、その絵を持って帰って、で鑑定に売りに出したら、確かに本物だけども、バブルの時代は1000万2000万ついてたけども、今はね10万20万でもこれ買う人いないですよみたいな感じで暴落してたらしいんですよ。だから嘘ではないけども、価格の全然価値が変わっていて、で、あれですよ、山口会長はインターネットできないんでね、その瞬間に検索し調べることをしなかったんですよ。だから何百万だかの借金の方に、そのでっかい絵を買ってきて、で鑑定したら10万20万だったんで、でしょんぼりしたと。で、久保君これ買わんって、400万でとか言って、絶対買わないですよみたいな感じになるじゃないですか。だから情報発信するってことは、まさにね、情報のリテラシーを磨くってことなんで、やっぱりね、どの情報に自分はタッチするべきかの選別力が上がるのは間違いないと思います。ただし、この情報選別のスキルっていうのは、情報発信を1000回、万回、10万回やらなければ身につかないと思いますし、普通の感覚の人とやり取りしてたらずっと磨かれないままなんで、やっぱり、ね、いろんな角度で見れる人と関わっていくことかなと思いますね。